皆さん、チェスや将棋を指されたことはありますか？最強陰陽師の聖火ランプローグです。ちなみにユキは駒の動かし方を聞いただけで頭が破裂しそうになりました。チェスや将棋において最強の存在は何か、今回のお話ではそんな問いが登場します。ぜひ皆さんもアニメ放送までに答えを考えてみてくださいね。やっぱり将棋だったら飛車、チェスだったらクイーンですよ。まあもちろんそれも正解と言えるかもしれないね。偉い偉い、ユキはちゃんと普通の考え方ができるんだね。やったー。あれ、もしかしてユキバカにされてます？いやいや、一般的な回答ができるってことはそれだけいろんな人に共感してもらえる、意見を合わせられるってことだよ。難しい話は分かんないです。次回の第11話はこんな感じで頭を使うお話もあれば、ピオナ殿下を狙う敵とのド派手な戦闘もあるのでお見逃しなく。ユキはあの怪しい魔族たちも気になりますね。それについてはもうちょっとだけ待っててね。彼らについてもいずれ次回予告で話す時が来るかもしれないね。